え皆さんこんこにちはは <laughs> 本当は英語で喋らなきゃいけないんですけどもあ,のあんまり上手じゃないんで日本語で今日は喋らせてください。 えー、今、パトリックが紹介してくれて、ちょっとハードルの高いスピーチになってますが、えー、最近、渋谷区では、えー、同性パートナーシップに関するです、ね、ニュースがたくさん出てます、えー、今度、この間の3月の議会で,です、ねえー、パートナーシップ証明書の発行について、議論がされて、えー、それに結論が出てです、ねえー、条例が可決しました。で <laughs> おすごいでこれについてはいろいろ騒がれてたんですけど、まあ、急だとか何で急にこんなことが起きたんだって日本で、東京で渋谷でって言われてると思うんですけど僕にとっては3年以上かかる長いストーリーなんですなんで,でこんなことを思いついたかっていうと、まあ、その時はあの提案した時は3年前その時は渋谷の区議会議員をしてました。 合計区議会議員は3期の12年してたんですけどもその中でいろんな政策をこう提案して渋谷区で実現してきたわけですけどもなんでこのパートナーシップに至ったか出会い今思うと出会いはですねそういう LGBT のことを自分自身で感じるようになったのは二十歳ぐらいの時に初めてアメリカに旅行しに行った時ですその時はまだ今僕43歳ですから、まあ、約20年前その頃のニューヨークは まだ地下鉄もあのなんていうの落書きが多かったりちょうど世界ではエイズについていろいろ語,れだし語れられている時でしたなので初めて行ったアメリカは1人で行ってちょっと怖くて友達と2人だったんですけどちょっと怖くてですね電車乗ったらこう地下鉄落書きだらけで座っていろんな僕らにせの体の大きいアメリカ人たくさんいてうわこの中に何人エイズの人がいるんだろうとか,なんか知識がないからそうやってすごくドキドキしてました。 でその後メトロポリタンミュージアム行ったりワシントン DC 行ってスミさんには回るんですけどなぜだか分かんないんですけどそのミュ,ミュージアムの警備員の、まあ、男性にやたらナンパされるんですね <laughs> 不思議な経験でしたニューヨークで1回 DC で3回この後ランチどうだいとか <laughs> あのワシントンにはいいクラブがあるんだよなんだか分からなかったでもすごくびっくりして。 気持ち悪いっていう気はそんなになかったけどとにかく驚いたんですねでその後、サンフランシスコに今度行ったらですねこれまたもっとびっくりでもう光頭の青年とこうちょっと禿げたおじさんが手をつないで信号を渡ってたりしてですねまあ東京とは違うな日本とは違うなっていうのをすごく感じて帰ってきましたでも僕が生まれ育ったのは原宿っていう町ですで東京帰ってきてよく周りを見渡したら美容師さんにそういう人がいるなとかですね 洋服屋さんにそういう人いるなっていうことをなんかだんだんとこう気が付くようになってきたんですでその後は今度会社に入ってですね広告代理店広告会社に就職しましたそこにはクリエイティブの世界には割とこうその LGBT の人いましたで分かりやすい人もいれば分かりにくい人もいたけど何だろう何かまたゲイっぽかったのかな俺分かんないけどそのカミングアウトされる機会が多かったりとかですねでも だんだんこう気づいていくとそういう人たちすごい優秀な人が多いなと思ったんですまあ分かりやすい人カミングアウトしてる人っていうのはとにかくその自分に自信があったり何、えー、て言うの仕事にもこううまくいってる人が多いからポジティブな気持ちでこういられるからこうカミングアウトしてるのかなと思いますでだんだんそういう人たちと触れる機会が増えてきてですね、えー、優秀だなかっこいいなと思うようにもなりましたもちろん新宿2丁目飲みに行ったりあの六本木の <laughs> ニューハーフのバーに遊びに行ったこともあるんですけど、まあ、なんかそうやって普通に触れていくうちにだんだん自分の中では普通になってきてたんですで、まあ、そんなことを経験しながら30を過ぎて、えー、政治の世界に足を踏み入れることになってで,す、ね、でも自分はこの政治家になりたいというよりはこう、まあ、広告ではプロデューサーとして仕事をしてきたつもりだから今度はソーシャルプロデュース街のプロデュースをしたいんだと。で自分の生まれ育った街 原宿そして渋谷表参道のプロデューサーになれたらちょっとクールかなってい思いからちょっと誘われておだてられて木に登った気分もあってですね、まあ、思い切ってあの選挙に出てみてで選挙とほぼシンクロしてですねゴミ拾いの NPO を表参道で作りましたグリーンバードという NPO なんですけどまあ若い人たちが中心にゴミ拾いを楽しくやるっていう NPO ですでそこにですねあのこれは出会いだったんですけどトランスジェンダーの えーまあ、今、僕は彼って呼んでますけど当時は女子大生で今はだんだんこう男になっていった元女性で男になりたい体は女の子だけど、えー、心は女男っていう人にあったんですね、まあ、当時はボーイッシュな女性っていう印象だったんですけどここ10年、まあ、今、完璧ないいおじさん彼は望み通りありいいおじさんになりましたいやおばさんになるんじゃないって言われるのがすごい嫌だったんですね。でも彼彼が子のの頃彼はあの 女子中学校女子校っていう、まあ、女だけの学校行ってたんですねだからまあセーラー服にルーズソックスで学校を通っててすごく嫌な思いしてたらしいんですでもまあなんていうんだろうな環境が環境だから当然その学校にはそう通ってたわけですけどあとはその親子の関係も結構微妙で親になかなかカミングアウトできなくて、えー、自分は男になりたいのにどうしてだろうっておかしいなおかしいな、まあ、そんな話を聞いたり。 周りとうまくなじめなかったりそんな話を聞いてましたで彼はその時そういう本を出版しようと思ってたんで、まあ、その昔の話あとこれから実は周りにたくさんいてそういう人たちとコミュニケーションを取りながらこの課題を解決していきたいんだっていう思いを聞きましたで実際友達になってみると最初僕もどう接していいんだろうって一瞬思ったんですけどもまあだんだんとこう普通に接して今ではこのお鍋とかって平気であのこれ別に差別なつもりじゃなくて言えるような間柄です で多くそこでだんだん感じてきたのはですね、まあ、彼もとても優秀で今まで会ってきた人たちもとても優秀でもここであれっと気づいたことがあるんですあの僕が今まで会ってきた人っていうのは元男の人ばっかりなんですねでよく考えたらテレビで日本でテレビに出てるそう,う LGBT の人も元男性で初めて元女性って人に会って。 で彼に言われてあのこういう問題を抱えている人は意外にたくさんいるんだよとで当時5、5%の人がいるって言われてました今、まあ、ちょっと上がって7%ってなってましたけど5%というとです、ね、日本人でいう700万人ぐらいの人なんですね700万人ってどのぐらいの数字だろうってなかなかぽっと目にあの頭に浮かばないと思うんですけど日本人の苗字の,、えー、人,気の人気というか多い人のベスト4佐藤さん、鈴木さん田中さん、高橋さん この字の人と同じ数大体いるんですそう思うとえすごいいるなでもそんなにいない感じするけどなんでだろうと思ったんですけどさっき言ったように僕が会ってきた人は元男でしかもカミングアウトしてる人って言ったらやっぱまたごく少数でだから言えてない人がたくさん元男性でも後ろにいてその裏にいてでその出会った彼文くんっていうんですけど彼の元女性、うん、こんがらがってきた。 彼とか彼女とか言って <laughs> あの、元女性だったけど、トランスジェンダーの文野くんっていうようなタイプの、元女性の子はもっとた同じようにたくさんいる、そう思ったらこの5%っていう数字はまんざら嘘じゃないなというふうに感じるようになって、それだけ多くの人がこう悩んでるんだったら、何かできないかなと自然と思うようになりました。同じようにこの5%っていう数字でいうと、あのまあ、障害者も同じような数字なんです。でも障害者は 国から補助も出たり、まあ、渋谷区も補助出したりいろいろこうみんなサポートしてますだけど目に見えない LGBT の人たちにはそんなサポートがないってことに気づいたんですだけど何ができるかなともちろん同性婚がこうできるようになったらすごくいいなと思ったけど、まあ、地方議員の,この地方議会のレイヤーで僕らができることっていったら何だろうとでふと思ったんですけど僕も結婚してます、まあ、3人の子供がいるんですけど 結婚もですね、まあ、レストランウェディングでやって、まあ、ちょっとロマンチックにみんなの前で誓った時が俺たちの結婚記念日だねなんてちょっとそんなこと言ってたんですけど区役所にですねあの入籍届を出した時も実はすごく結婚したなっていう感じを思いましただからもしかしたらこれ戸籍とかそっちはいじれないけども渋谷区で君たちはパートナーだって見つめ認められるような そんな証明書が発行できたらすごくいいんじゃないかと、ぽっと浮かんで,で、その時出会ったそのさっき言った文野君に、ね紙切れかもしれないけど、渋谷家でそういう証明書出したら嬉しいって聞いたらですね、めちゃ嬉しいって喜ぶんですね、なるほどと、だったらこれを少し企画にしていかないかなと思って、それを大体5年ぐらい前に思って、2年ぐらいかけて企画にして、3年前に区議会で提案しました。 で今まではこう人権の問題でばっかり当事者が言う問題だったんですけども、まあ、僕のようなその、まあ、今、荒っという立場だということをこの間知ったんですけどそういう人間が提案するということもそれがすごく大きな意義があったようですでさらにこの渋谷という街は僕はこう国際都市としてもっともっと発展していくべきだと思うし国際都市としてこういった問題をクリアしていくことは当然のことだし普通なことなんじゃないかなと。 あと渋谷はもっとこうカルチャーの面でどん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 世界に発信してくるそういうポテンシャルのある場所そう思った時に LGBT の人たちがそのカルチャーに関わるその発信力っていうのは半端じゃなくでかいと思ったんですだからダイバーシティになってこの渋谷の中渋谷がダイバーシティになっていく中でですね彼らの問題を彼らがこう生き生きと昼間からこう胸を張って生きられるようなそういったまちづくりっていうのが必要じゃないかと思って。 人権だけじゃなくて渋谷がダイバーシティになっていくための大きな条件の一つなんだということを当時提案してで、えー、その時の区長は、まあ、僕の前の区長ですけど、えー、今年80歳になる、まあ、おじいちゃんってったら怒られちゃうけどあの、まあ、そういう方だったんで頭ではすごく頭のいい人なので頭ではすごい理解してくれたんだけどやはりこうなかなかこう心で理解できない部分も実はあったんだと思うんです。でも僕が 最初、二十歳の頃がそういう難破されてですね、ちょっとえって思ったけど、だんだんとそういう人たちに会って、慣れていくうちに普通なんだって、で彼もやはりそういうことをだんだん感じ出して、ですね、えー、2年後にはそれを検討する委員会ができて、それは去年の7月ですけども、で今年の1月にその委員会からパートナーシップ証明、ちゃんと出した方がいいよ、渋谷って答申が上がって、この間の3月の議会で、えー、議論されて、可決されて、今に至ってるんです。だから 別に急な話じゃなくてですね僕にとってはこう割とロングストーリーというか長い話があるんですでもこれはまだ渋谷で第一歩だと思います今まあ僕がこれを区長になってこのことを引き継いで10月末か遅くとも年内にはパートナーシップ証明書を発行しようと思ってますこうやって渋谷が変われば東京変わるし東京変わったら日本変わるかもしれないなと思ってますだけど、 なんかそんな難しいことじゃなかったんだけどなんでこんな騒がれてるんだろうというのが実は実感です当たり前のこと、普通のことでもなんかまあ政治の世界で僕らがこう等身大で感じることをどんどんやっていければですねあのどんどんみんながもっと政治に関心を持つようになると思うしそうなればもっともっと変わりやすくなる俺一人で世の中変えてやろうなんてなめたこと全く思ってないですだけどこう変わろうとするものの兆しを見つけてそこの速度を上げていく。 そんなことができたらなと思ってるしそんなことが実は僕に合ってるんじゃないかなと今までこう法律や条例を作ったりそれを審議していくことが政治の仕事って思われてたけど本当に大切なのはこう街の空気を作っていくことだと思うんですだからやっぱりこう条例とか法律とかだけじゃ街の空気って変わらないと思いますあの障害者についても今度パラリンピックが来るんでいい機会かなとさっきの えー、LGBT の問題にも似てますけど大切なのはマイノリティのことをサポートするってこともそうですけど、ま、あのマジョリティの僕らの意識を変えることが大切なんだと思いますだから障害者も多分パラリンピックみんな見るとですねすごいなってみんな思う人たくさんいると思うんですねロンドンのパラリンピック素敵だなと思いました、あのー、ポスターをすごい気に入ってます、えー、足のない人腕のない人車いすの人がかっこいい写真で飾られてて そこのコピーが「Meet the Superhumans」ってなってて今まで手を差し伸べる対象だった人が初めてこう尊敬される対象に変わる瞬間があのポスターで僕は読み取れました、えー、これが成熟した都市の条件なんだなって思いました、えー、青臭いって言われるかもしれないけどロンドン、パリ、ニューヨーク、渋谷そう言われるような街づくりしたいと思ってます <laughs>、えー、面白いアイデアとかあったらどんどん区役所に、えー、言いに来てくださいあの 今までって区役所って文句とかこういうことを言われる場所ばっかになってるんですだけどこのテッドもそうだけどポジティブな提案どんどん受け付けたいんですもちろんそこでネガティブな提案もいいんだけどやっぱり区役所の人もポジティブなこと言われたしたらこうやりたくなるし僕だって褒められたら述べるタイプの人間です <laughs> あのぜひみんなと一緒にですね面白い渋谷区新しい渋谷区作れていけたらなと思ってます、えー、本日はこんな機会いただき どうもありがとうございました。